ノームコアは日本の元競争馬。主な勝ち倉は2018年のシオンステークス、2019年のビクトリアマイル、富士ステークス、2020年の札幌記念、香港カップ。場名の意味は究極の普通。2015年2月25日に北海道阿比良町の農山ファームで誕生。2016年のセレクトセール一歳馬市場に上場され、 池谷聖一によって2200万円で落札された。値段も高くなかったし、普通の馬だと思っていたという理由から、究極の普通を意味する、ノームコアと命名される。育成は、ノーザンファーム早北のノーザキヒ人9舎で行われた。育成中は、強めの運動でスクミが出るなど体質面で弱さが見られ、当初は2歳夏以降の入球になると見込まれていたが、 2歳4月頃からの、両家によって、入球時期が前倒しされた。美穂・萩原清久9社に入球する。7月16日の新馬戦でデビュー。積極的に先行し、2着に3馬新ファンの差をつけて、新馬勝ちする。2戦目のアスター賞も先行抜け出しの競馬で解消し、デビューに連勝とする。しかし、レース後に骨折が判明し、休養を余儀なくされる。 フラワーカップで戦線復帰し3着となる。フローラステークスでも不利な大外16番枠からの発想ながら最後までしぶとく伸びたが2着パイオニアバヨに首差及ばず3着となり優秀品馬の優先出走権は獲得できなかった。秋はシオンステークスでクリストフルメールと初コンビを結成し、 直線で鋭い末足を発揮して2着のマウレアにンバ審査をつけ1分58秒0の高タイムで解消。初の重賞タイトルを手にするとともに2000メートルで試行されるようになった2007年以降のレースレコードを更新した。しかし、レース後に疲れが出たため集荷賞は回避となった。ルメールの5週連続 G1 制覇がかかったエリザベス上杯では 小馬初対決ながら2番人気に押されたが、3番手追走から直線で伸びきれず、掲示板を確保するのが、精一杯だった。指導戦の愛知杯では1番人気に支持されたが、スタート直後につまずいて一度りを悪くしたことが響いて2着に終わる。そして中山牝馬ステークス7着を経て迎えた、ビクトリアマイルでは、クリストフルメールが、非常停止のためをオーストラリアのダミアンレーンに、 乗り換わった。レースは、アエロリットが、前半の1000メートル56.1の、ハイペースで逃げる中、中段くらいを追走して直線は、ババの真ん中を追い込んで迫るプリモシーンを振り切って、ゴール。起乗した、ダビアン・レインと共に、GI 初制覇を飾った。さらに勝ちタイム1、30.5は2012年、形成覇オータムハンデキャップでレオアクティブが記録した、1。 30.7を0.2更新する芝1600メートルの世界レコードとなった。しかし、レースの3日後に骨折が判明し戦線離脱となった。骨折からの復帰戦は、富士ステークスに出走。マイル GI2 勝の3歳馬、アドマイアマーズに次ぐ2番人気に押される。レースでは、直線で外から豪快に伸びて解消。 前走のビクトリアマイルに続く重賞を連勝を8戦ぶりのオスメス混合戦で果たした。牝馬による同レース制覇は20年ぶりで安状のルメールは連覇を果たした。12月8日、香港マイルに出走。ルメール騎手が騎乗したが、結果は4着だった。初戦の高松の宮記念はグランアレグリアに騎乗するルメールに代わり、横山のりが鞍上を務めた。 しかし、初スプリント戦で後方から伸びず13着に終わる。連覇のかかる、ビクトリアマイルでは参冠品馬のアーモンドアイに届かず3着。安田記念でも追い込みを見せるも、先行するグラガレグリアやアーモンドアイラに届かず4着となった。夏はマイルから移転、2000メートルの札幌記念に出走。G1 参照のラッキーライラックに次ぐ2番人気に押される。 レースでは、直線戦闘のラッキーライラックを追い抜き、後続ペルシアンナイトの追撃を振り切って勝利。秋は2年ぶりのエリザベス上杯に出走し、こちらも、前年覇者ラッキーライラックに次ぐ2番人気。レースは、前半1000メートル59.3秒の大逃げを打つも、直線で後続に捕まり16着となった。翌月、ウィンブライトダノンプレミアムと共に香港カップに出走。 当初はクリストフスミヨンが騎乗予定であったが、検疫で新型コロナウイルスの再検査が要請され騎乗が不可能となった。代わりに香港リーディング騎手のザック・パートンが騎乗することになった。レースはマジカルの後方から追走、戦闘になったがノンプレミアムをウィン・ブライトラが追撃する形となったが、いち早く抜け出して解消。 GI 競争2勝目を挙げた。2021年1月5日、競争馬登録を抹消し現役を引退した。引退後は、ノーザンファームで繁殖品馬となる。以下の内容は、netkeiba.com 及び香港ジョッキークラブの情報に基づく。ありがとうございます。